こんばんは、太郎です。今日はですね、現場の人や物、ことを英語で言ってみようと思ってます。それで現場を回ろうかなと思ってます。ちょっと現場今外なんで、こんばんはって言いましたけど、今朝で、9時半ですかね、午前9時半ですけども、ちょっとマイクが現場で使っているブルートゥースなんで聞こえにくかったりするかもしれませんが、そこはご了承ください。はい、ということで、これから行きます。今雨が降ってるんでカッパを着たところですね。まあ、カッパはレインウェアとか言ったりしますね。それから安全帯ですね。安全帯はまあ、現場の人ならわかるんですけど、簡単に言うと命綱のことですね。セーフティーベルトって言ったりします。安全帯。これから現場に出ます。今見えてるのが、重機ですね。バックホーが見えます。バックホー、英語で言ってるみたいですけど、まあ、海外ではエスカベーターって言うんですね。エスカベーター。だから掘削することをエスカベートって言います。なのでそれを掘削するものっていうことでバックホー、日本でいうバックホーはエスカベーターって言ってます。はい。現場を歩いてくると、もう大体仕上がってきてますね。今外なんですけど、溶接屋さんが溶接してますね。溶接は、ウェルディングって言います。ウェルディング。縦取りのことをですね、ダウンスポーツって言います。ダウンスポーツ。はい。屋根はルーフィングですね、ルーフィング。縦取りがダウンスポーツ。で、横取りは、谷取りですね。谷取りは何て言うかっていうと、ガーターと言います。ガーター。ボーリングのガーターと同じです。はい。ちょっと雨が強くなってきましたね。雨が強いの、雨はレインですけど、土砂降りとかね、いうのはヘビーレインと言います。ヘビーレイン。逆に、雨がそんなに強くない場合は、レインも、使わずに、like 何々のようにということで、like シャワーみたいなね、いったなんか表現を使ってましたね、現場。はい。谷沿いから雨が滴り落ちてます。つけてるもん言ってみますか？身につけてるものの英単語。ヘルメットですね。それからセーフティーベルト。セーフティーシューズ。セーフティシューズは今、長靴を履いてるんで、レインブーツのセーフティシューズ版。安全靴って何かって、つま先に、だいたい1本ぐらいのものが、ボンと力が加わっても、つま先が潰れることがないっていうね。鉄板とか、まあ、樹脂とか履いてたりします。ね。それがセーフティシューズですね。安全靴って言われてます。目の前にレンガがありますね。レンガは、ブリックワークっていうと、レンガ工事ですね。はい。レンガがね、山積みになってます。後ろでエスカベーターが動いてます。はい。それではこれで、終わりたいと思います。ね。雨が強くなってきました。はい。それでは、また明日。Take it easy. Good night.